まこなこです。ファミコンミニのジャンプ50周年バージョン発売されたので、早速やりたいゲームをねやっていこうかなと。でも何やりたいかというとね、キャプテン翼、まあできれば2の方やりたいんだけれども、まずはキャプテン翼から通してやっていこうかなと思います。まあいろいろと出てますけど、この辺りは天地を食らう敵竜王、この辺りもねやっとくやっていく予定ですんで、んでは行きましょうか。ちょっと懐かしい音楽いろいろ聞こえてますけど、キャプテン翼、あーいきなりこういうオープニングがあるんだ。いやー懐かしいというか、これワンやったことあるのかな、これ初めて見るような気がする。この画面こんなオープニングがあったってこともね。でロベルト、これはどこから始まるんだろう。なんか翼を乗せた飛行機は大空高く飛び立ったってことは、なんかもうすでにエンディングが流れてるかのような。いやそんなことはない。じゃあどうすりゃいいんだ俺は。おっとスタートボタンを押したらクオフ、あそうかセレクトで選べる。でキックオフを選ぶとゲームをスタート。では早速やっていきますが、へい今日も元気にドリブってるかい。全国中学生サッカー大会は、あもう中学から始まるのか。まもなくキックオフだ。おっと実況は謎の出張アナ、おがい名前あったのかこの人。でこれここからはもう丸ボタン A ボタン B ボタン押しても始まんないんで、スタートボタンで多分飛ばすのかな。なんか飛んでるような気がしてね。でちょっとオープニングみたいなものがなく、いきなりこれ戦いになる。情報、錦ヶ丘は特に目立った選手のいないチームだが油断は禁物だぞ。スコアメモ、あースコアメモあれだ、パスワードだ。そっかそっか、でも小学校なかったのか。じゃあ試合開始いきましょう。これ説明書まだ読んでないんで、果たしてうまくいけるかどうか。これはそうかそうか、これね敵表示されないんでね。敵に囲まれた。で上下左右でメニューを選ぶ。とりあえず伊沢に、あいや翼に渡そう。でもなんかあっさりカットされそう。勢い弱まって、でも無事翼くんに届き、ここはドリブルで多分後々ね技を覚えるんだろうけど、これシュート、普通のシュートしか打てない。もうペナルティエリア内だから問題なく入るかと思ったら入らん。しかも敵に取られる。あーそっか、この段階では動かせないんだ自分では。なんかね自分で動かして敵に接近していくことができるのかなと思ったけど、これちょっと待ってくれ全部抜かれてるぞ。そして噂の森崎くん、これキャッチできるでしょ。あー弾いた、なんてこったい。いや結構あれだな、この段階で何もできないとは思いもしなかった。パンチング、パンチング森崎、ここはさすがに森崎くんでもなんとかなって。ちょっと待ってくれ、全然あれこれなんか自分で操作しなきゃいけないってことないよね。森崎くんまだ倒れてるぞ、ちょっとどうすんだ。まさかの負けてるちょっと待ってくれ、想定外だな。これ今1作目プレイしてるんだけど、2作目はこれ敵の位置とかが分かって、じゃあどの段階で敵が寄ってきたのでパス出すかとかが分かるんだけれども、この1作目は分からないんでね。なのでよりちょっと状況が難しいというか、なんというか。さすがに伊沢くん強いキャラのはずなのに、ちょっと待ってくれよ、これ負けるぞ。あれ大丈夫でね、これここの段階で何かするってことはないと思うんだけど、誰も取り付かないんだよね敵に。またパンチング森崎おかしいぞ、これなんだこの夢は。あーで今のところゴール入った後のシーンはあんな風になるんだ。なんか即座に勝手に画面が切り替わるというか、
出せるのが全部後ろになっちゃうんでね、ドリブルするしかないでしょう。さすが滝くん。パス、伊沢来すぎ、翼くんにセンタリング。これぐらい君、あ、オーバーヘッド使えるな。まあ中学だから使えるわな。小学校の時に使ったんだからね。オーバーヘッドキック、待ってくれ、ちょっと待ってくれ、俺こんな難しいゲームだった？俺やっぱワインやったことないな。こんな難しいなんて思いもしなかったもん。タックル、あー、パスされた。あっさりとパス通って、うわー、ちょっと待ってくれ、石崎くんとか出てこないのかこれ。石崎どこ行った、あいつは。石崎とか高杉とかって、ちょっと待ってくれ、もう完全にペナルティエリア入られてるぞ。これ若林でも厳しいんじゃないかっていうような、そんな状況になってんだけど。おーっと、ここで翼くんがフォロー。パスで前線に出そうと思うけど、木杉くんに通るんじゃないかこれは。あーっと、前半戦なんだ。でも 0-2 だったらば、このあと2点ぐらい、3点入れてね、勝てるんじゃないか、ひょっとしたら。わあ、まだ全員前に出てない。切り込んで、これはパスいけるか。ドリブルで頑張るしかないね、これは。かろうじて抜いた。こっからだったら入るでしょう。わあ、厳しい。誰だ岩見君って。敵のキーパーまだ倒れてる。あーと、伊沢に渡して、これヘディング確か強いキャラのはずだけど、まあそういう設定ないか特に。よしと、なんとかなんとか、残り10秒。 あとあれでね、これほんとこの音楽いいよね。まあ1作目こうした音楽いい音楽あるし、2作目もさらにいろいろ追加されるしね。これはキャラクターチェンジとかないのかな。誰だ、あ、こんなのあるんだ。お前石崎全然出てきなかったけど大丈夫か。諦めるな、試合は終わっていない。あー、一人だけ話して終わっちゃったな。そっか、これ自らが翼というわけでもないんだ今の感じだとね。翼にも話しかけるってあったから、これ引き分けになるとどういう扱いになるんだろうな。おーっと、ようやく石崎くん登場。タックル、パスカット。これマークってなんだっけかな。マークももちろん何かしら意味があるんだろうけど、なんで全員前線に出てない。これ少し時間を置けば別の人が出てこない。岩見、誰だろうな岩見くんって。これ全然記憶にないというか、なんというか。うわ、ダメだ、全員なぜかディフェンダーの方にパスするような状況になってる。もうちょっと引きつけるか。ここで木杉くんがちょっと待ってくれさっきいたんだけどな。これやり直せばもう一回出てくるなんてことはない。この角度からシュート入るか。待ってくれよ。あー、敵来ちゃったな。まあそりゃそうだな、こんな長くボールキープしてたら。来すぎ、ようやく現れてくれた。あー、弾かれた。こぼれ球取ってくれ。取られた。むずいな、1作目は。2作目こんな苦労した記憶はないけど、1作目初手からだからね、これね。第1戦から伊沢くん
2人翼くんとセットでついた。これパスカットやってもね、取ってくれることがあるんだけれども、取ってくんない。翼くん抜かれたぞ。あー、あとシュート、これキャッチできるよね。怖いな、パンチング無理先で行こうかと考えたけど、パンチした。残り15分ぐらい。うわー、ボレーシュート。あー、まだか。味方よ、何をやってる。倒れたまま。ちょっと待ってくれ。想定外だな。さっき上がっていった時に味方がいなかったのが辛かった。これだってもう敵にね、パスコース阻まりそうだけど、まあなんだかんだで通るか。翼くんに行ってもらおう。これ確か1作目はキーパーと接しないんじゃなかったっけかな。ドリブル、これだもんな。確かここで2作目だとキーパーと接するんだけど、1作目はこれ多分接しないと思う。でキーパーと接したらドリブルでね抜けるとかいうのもあったんだけどね、2作目はね。あ、こんな音楽の終わり方か。やっぱ2作目と違うな。さてさて、早く取り付いてくれ。ちょっと待ってくれ、時間がないんだぞ。分かってるかみんな。石崎くん、とバカ。あー、よかったよかった。一瞬反則か何かかと思った。よし、翼くん行ってくれ。もうガッツたくさんあるから翼オンリーでいいかもしれないけど、どうするかな。パスするか。これ長野とかに渡してもいいんだけれども、その後翼に返すことができない可能性があるんだよね。ならば一人でも抜いてった。うわー、早い。これ一回操作するごとに1分ぐらい時間が経過するから、ここでシュート、強烈なシュート。危ない、3対3になった。あー、でもこれこの後どうなるんだろうな。ちょっと待ってくれよ。まあでも翼使えば何とでもなるというのはちょっと分かってるような気がする。おっと、ここでホイッスル。同点のまま勝負は PK 戦。この音楽いいよね。どうしようかな。最初翼はもう木杉、滝、伊沢、高杉、これでいこう。これ結構右左の選択だったかと思うけど、もう特段何かができるわけではない。なんか一番手は翼くんです。真ん中ないんだよねこれね。左側入った。敵の4番、まあ、全部右でいいかな。これはし、おーっと、ゴールポスト。右、よっしゃ、綺麗に決まった。これは入った。今度左、はい、ない。ちょっと待ってくれ、なんでこの初戦で白熱した戦いやってんだ俺は。おかしいだろ。まあ、あっと、昔のゲームだから難易度高いのかな、やっぱり。伊沢軍勝った。どうだ、よっしゃ、これで勝ったかな。まあまあまあ、翼くんを使おうというそういうお話だねこれはね。あー、そっか、合間合間の何かイベントとかないんだこれ。ミーティングを始める前に、翼伊沢よくやったぞ、さらにレベルが高まったようだな。そうなんでね、レベル上げもやんないとねいけないんだけど、
キャプテンと石田はなかなかのテクニシャンだ。それとフォワードの武井のダイビングヘッドに気をつけろ。ということで、こんな感じで一戦一戦やっていこうかなと思います。いやー、なんかやっぱ面白いね。まあ、2作目の方がもうちょっとね、ゲーム的にも優れてるとは思うんだけど、この1作目からちゃんとね、原作なぞるような感じでプレイして、そして2作目につなげようかと思います。もし今後もね、興味ございましたら、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またなかなかもう手に入りにくいんですけど、週刊少年ジャンプの50周年ね、ファミコンミニ、ぜひ購入できる方は手に取って自らでやってみるのがいいかと思います。今でもね、遊べるファミコン時代のこのゲームだけど、キャプテン翼は確実に遊べるんで、昔ね、原作見た方はもちろんね、よくわかんない人でも、ぜひゲーム好きであればね、やってみてください。ではでは。